さあ始まりましたギュンです、皆さん、はい、気づけば今年も残すところあとわずかになってしまいましたね。今日はですねこれ言ってみたいと思います。今年一番向上したのは誰か登場。今回発表された方にはですね素晴らしいご褒美が待っております。はい、皆さんこれご存知ですか？はい、知ってる？はい、知ってます。さあこの東京カレンダーがですねウェブ上で大人の恋愛塾というですね恋愛小説を、まあこれ連載してるらしいんですけどもすごく人気らしくて、なんと読売テレビがとうとうドラマ化するところまで行きました。すごいでしょ。そのドラマなんとですね、1人だけ出演を許されました。ドラマに出られるんですか？はい、今年最も向上した人をダンス部門やハプニング部門などそれぞれのカテゴリーで優秀賞を発表。そして演技部門の最優秀主演女優賞に輝いた一人はなんとドラマ出演権をゲット。果たして今年最も演技力が向上したのは誰だ。まずはモノマネ部門からどうぞ。おさあなこび。これは嵐を起こしてすべてを壊すの。強烈ですね。ひどいような気がするんだけどなこれ。工藤静香です。いや、どうしたらいいんだろうこれ。優秀モノマネ賞は工藤静香になりきった諸国アナ。続いてはメイク部門。ハロウィンに向けての企画を今日考えてるんで。うわ気持ち悪い。お前マジで気持ち悪いって。優秀メイク賞はリアルゾンビ沢口アナ。続いてはダンス部門。こちらの方です。どうぞ。どうぞ。自己紹介お願いします。エントリー3番。エントリー3番。踊れた。かわいい。これでダンス？一応ダンスでしょ。あ、そうだ。心折れてたね。心折れてた。頑張りました。拍手出ましたね、はい、頑張りました。優秀ダンス賞は忍者コスプレで創作ダンスを披露した黒木アナ。続いてはリアクション部門。ノーリアクションで日常生活の一部をかっこよく演じるという企画だったのですが、なぜかちょっと忍者としてあとちょっとですよね。頑張りますよ本当、うん、あとちょっと本当に嬉しいなと思うんですけどね。行きましょうか。やったんですけど、中村入った時にものすごいリアクションを持ってる。優秀リアクション賞は鬼の形相中村アナ。次回最優秀主演女優賞発表。